で、公式を当てはめるとこういう数式になって。おお、なるほど。ねえ、男の子の手ってさ、すごく大きいよね。え、そう？うん、私の手、小さいからさ。ほら、ほんとだ、テンコちゃんの手、すごく小さいね。あにょにょ、養殖女子 vs 天然女子でね、そのドラマに出てた子の泣く演技がうまくって。へえ、そんなに？こんな感じ。びっくりした。すごい泣きよ。どうしたの？何か悲しいことでもあったの？あがりじゃん。聞いてくれる？実は、テンコに彼氏奪われたの。テンコ？ほら、クラスメイトの。あの子、変なところで抜けてるし、天然だから目が離せなくて、よく一緒にいたんだけど、ある日、彼氏と3人でいたら、委員会の連絡があるから、少し教室に来てくれ。あ、はい、ちょっと行ってくるね。行ってらっしゃい。その隙に私の彼氏と連絡を交換してて、彼氏取られたの。そんな大胆なやつ。しかもムカつくのが、あいつが抜けてるのって演技だったの。天然女子じゃなくて養殖女子だったのよ。養殖女子って何？自称天然。養殖女子っていうのは天然女子を演じてる女の子のことよ。そもそも天然っていうのがピンとこないんだよね。そうね。例えば。え？お前こんなことも知らないのか？ごめんね。私天然だからそういうのわからなくって。養殖あるあるネタね。自称天然は大体養殖。ピンとこないって顔してる。そもそも人間ってみんな養殖じゃないの？は？え？だってみんな病院で生まれるよね。もしかしてテンコちゃんって野外で生まれたの？希少な子ってこと？そういえばあかりちゃんも天然だよね。わからないふり。今朝無性にピザを食いたくなって買ってきたんだ。テンコも食うだろ？ほら、お前が好きなフラペチーノもあるぞ。一人称が自分の愛称だとなお注意ね。一人称？はい、ピザ、あかりピザ大好きっていうこと？だいたい合ってるかな。バニラのフラペチーノだ。てんちゃんの好きなもの覚えてくれて嬉しい。おいしい。お前口にクリームついてるぞ。ほんと天然だな。絶対わざとでしょ、あれ。まあ、なんだかあのクリームって泡を吹いてるみたいだね。え、言われてみたら確かに泡、そうくるか。そう見えるよね。あかりちゃんのそういう感性、私は好きだよ。何あいつら、さっきからうるさいわね。ほら、取れた。早くピザ食おうぜ。うん、ま、いっか。あんな妹たちを気にする必要ないし。俺、当分するの苦手なんだよな。てんちゃんも、こういうのわかんない。てんこができたら逆に驚くって。それどういう意味？ブンブン。あれも養殖女子の特徴。何でもわからないふりをする。本当はできるくせに。そうなの？この前私の家でホールケーキをきれいに6等分してたわよ。あれ？あかり？そういうの得意だよ。私がやってあげる。ちょっと、いつの間に。いいよ、
お、本当か？じゃあ頼んだ。余計なこと。6等分で頼むよ。6等分ね、わかった。ここをこうしてセット。サンキュー。え？いや、ほっそ、両サイドとかただの耳じゃん。これが本当の天然ボディタッチ。こいつ、さっきから何なの。こんな強烈なやつがそばにいたら私の天然がかすれちゃうじゃない。こうなったら。ねえ、なんだか二人きりになりたくなっちゃった。そうか。じゃあ二人になれる場所に。うちの元彼にベタベタ触りやがって。明かりの魔法ぐらい火力ありそう。あのボディタッチの多さも養殖女子の特徴。ムキー、もっと早く気づいてたらあんなのに奪われずに済んだのに。ああ、テンコちゃんって。なに？私今彼氏とお話ししてるから。そんなくっついて寒いの？膝掛け貸そうか？は？膝掛けいろいろ持ってるんだ。どれ使いたい？選んでいいよ。ありがとう。でも大丈夫だよ。だってほら、彼氏と手をつないでるだけで体が温まるから。手をつなぐとそんな効果があるんだ。タイちゃん、みどりちゃん、今度寒い時はみんなで手をつなごうよ。あ、面白。あかりちゃんってテンコと同じ天然なんだね。こいつ絶対に許さない。嫌がらせ。帰り、こんな時間になっちゃったね。まさか夜中に悪魔が出るなんて。眠、早く帰って寝よう。あれ、あかりちゃんどうしたの？今、教室に人影が。それってまさか別の悪魔？もう帰りたいんだけど。って、あれ、テンコちゃん？悪魔じゃないじゃん。どうしてこの時間に、しかも虫かごを持って。忘れ物でもしたのかな。みんなおはよう。なんだか教室の方が騒がしいね。どうしたの？あかり、実はあかりの席に。私の席？なんでセミが。わかんない、わかんないよ。じゃあまあ見ろ、みんなの前で恥ずかしい姿を見せ。テンコちゃん、これテンコちゃんのセミでしょ？そうなの？違うよ、テンコ虫は苦手だし。でも昨日の夜、虫かごを持って学校にいたよね。そっか、あの虫かごの中身ってこのセミだったのか。テンコちゃんがそんなにセミが好きだなんて知らなかったよ。でもダメだよ、不用意にカゴ出したら。はい、セミ返すね。テンコちゃん、ちょっとそんなに走ったら。やばい、落ちる。任せて。風よ、テンコちゃんを助けて。ごめん、人がいて浮かせるのは難しいかも。十分だよ。よっと、あかりちゃんすごい。さすが運動神経お化け。怪我はない？テンコちゃん、テンコちゃん、テンコちゃん、テンコちゃん。仲直り。あかりちゃん、テンコちゃん、今日はどうしたの？まさか、あかりが女子にモテる日が来るなんて。あかりちゃん優しいし、不思議じゃないと思うけどな。というか、彼氏とのことはもういいの？テンコちゃん、彼氏と別れたみたいだし、今なら。いいよ、別に。引き止められる魅力がなかった私も悪いし。っていうか、彼女と別れたからってよりを戻すような安い女になりたくない。へえ、かっこいいじゃん。まあね。まあ、いろいろ愚痴ったけど、養殖女子が悪いわけじゃないからさ。それで人の彼氏を取るのが問題なわけで、それがなければ私だって別に。りんちゃん、あか
りちゃんと一緒に帰りたいな。ダメ。見ててムカつきはするけど。あ、本日の結果、仲良しに元通り。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。